競争生命は予選競争第5レースを迎えました。さあ中枠勢は素早く外に出ました。一方6号艇外枠の赤坂俊介はやはり積極的にコース向けて2コースまで入ります。作戦行動は162外に向かっては534でしょうか。5レースの予選競争、1号艇は香川の三好隼人、2号艇は徳島の沼田勝彦、3号艇山口の佐々木寛太、4号艇福岡の江藤敦弘、5号艇は岡山の松尾光弘、6号艇長崎赤坂俊介です。1コースにどっかりと高枠1号艇の三好が構えます。そして6号艇の赤坂俊介にコースを取りました。初日は2走まくりと逃げでしっかりと連勝を飾って今日2日目を迎えている赤坂。中段3コースは2号艇沼田勝彦になりました。その沼田までがスロー水域、3艇1番6番2番とスローに向いてダッシュ534、5号艇の松尾光弘はダッシュ線4コース角に向きました。3号艇 F2 ハンデを抱える佐々木寛太、5コース再アウト進入に4号艇の江藤敦弘です。3対3で1番6番2番5番3番4番スタートしていきました。踏み込んだ1コース1号艇の三好、あるいは6コース4号艇の江藤がスタートよく1マークに向かいます。まずは1号艇三好が旋回、2号艇外を運んでいったのは沼田、3号艇6号艇5号艇と指して最後4番向こう正面内を上がってきたのは5号艇の松尾になりました。かなり1番三好の懐迫りましたが抑えた1番の三好がリード、一定進行方5号艇の松尾外にボードを向ける体勢。さあ一気に外に向いてつけ前の5番の松尾ですが内運んだ1番先行、スタートは前提正常です。1号艇の三好がトップ、その内に今度3号艇の佐々木寛太が上がっていきました。三好を捉えたのは3番の佐々木、インコースが3号艇佐々木、外に1号艇三好と並んで2周1マーク、後ろは6番と5番が接戦しています。先頭をリードしたのは3号艇の佐々木寛太、逆転してトップに立った佐々木に後ろ4艇身離されて1号艇の三好、そして3着争い外枠2艇5号艇の松尾と外に6号艇の赤坂並んでいます。2周目第2ターンマーク、先頭3号艇の佐々木、続いて1号艇の三好が旋回、6番の赤坂2マーク先行してリードしてホーム直線コースに戻りました。今上位体型は316の体型で最終周回まもなく1マークを迎えていきます。見事に追い上げて逆転した3号艇の佐々木寛太、追走に1号艇の三好、そして6号艇の赤坂3番手を走って体型は316、独走体制の3番定冠を置き換えて1号艇の三好、そして4艇審査は6号艇の赤坂です。後続5号艇の松尾、2号艇の沼田、そして4号艇の江藤となって最終ターンマークの旋回です。316の組で3連単オッズは 23.1 倍を示しています。第5レース予選競争は先頭3番佐々木ゴールイン、2着は1番三好、3着6番赤坂、続いて5番松尾ゴールイン、2番沼田、4番江藤ゴールインです。